バイエルン・オーストリア語の分布地域オーストリアとバイエルン州を中心に1000万以上の和社が存在する。これはさらに言語学的には北バイエルン語、中部バイエルン語、南バイエルン語の3つに分けられる。これをオーストリア語とバイエルン語の2つに分ける考えもあり、どちらがバイエルン・オーストリア語の中心にふさわしいかについて議論がなされているが、これはナショナリズムに基づいており、 適切ではないとする学者もいる。この考えから、バイエルン語の優越を主張する論者はしばしば、バイエルンオーストリア語全体を、バイエルン語と呼び、オーストリア語をその方言として位置づけている。ただし、そのような意図なく、世界的にも単に、バイエルン語と呼ばれることは多い。この点に関しては、今後は修正されてゆく、可能性もある。 文字としてはを使用した表記がされることがあるが、これは、トイトニスタという1924年に考案、発表されたドイツ語処方ことのための発音表記であり、伝統的にこのような書き文字が使われていたわけではない。また、S が、濁音にならない特徴がある。バイエルン・オーストリア語はドイツ語の中の高知ドイツ語の南部方言の一つとされることがあるが、言語学上は、 標準ドイツ語の方言として位置づけるのは適切ではないという見解もある。確かに、高知ドイツ語に含まれるという点では一致しているため、同じく方言か言語かの議論が絶えない定作戦語お及び定地、フランク語に比べれば、まだ近いと言える。しかしながら、同じ高知ドイツ語の中でも、中部ドイツ語と、上部ドイツ語の間には埋め難い違いがあり、がって、 中部ドイツ語系の標準ドイツ語と、上部ドイツ語系のバイエルン・オーストリア語の間にも、大きな差異が存在する。それに比較すれば、同じ上部ドイツ語系のアレマン語、上部フランケン語の方が、標準ドイツ語よりも近い言語である。スノローグは別言語としての立ち位置を支持している。現在、危機言語レッドブックは、危険にさらされていない言語としている。ありがとうございます。